今最新話見たらずっとなんか食っててダメだった。アトスタルクとフリーレンがわがままな娘の育児に苦戦する夫婦みたいでよかった。アニオリ補完描写も多くて嬉しかった。フリーレンのへそくり大体フェルンの胃袋に消えていく。おいしいお菓子で機嫌が良くなる程度の怒り。少年がデブ。今回のフェルン、前半スタルク様のせいで怒っちゃったのでデザート大量に食べます。後半フリーレン様のせいで怒っちゃったのでパンとか食べます。フリーレンもフェルンも食いすぎだよ。フェルンさん丸くなってきた、体型的な意味で。フェルンが不機嫌になるたびにスタルクとフリーレンの距離が近づいてくのか、スタルクとフェルンが近づくよりめっちゃ早そう。キンメルもスタルクもオムライス食べてるのが決定だすぎる。フリーレンの肉山盛りが食いすぎって言われてたけど、フェルンが頼んでたパフェみたいなのも明らかに3人4人でシェアする前提のサイズだったような気がする。スタルクがまず一般的によく食う男子くらいには食うよりも倍以上食う、フェルンよりも圧倒的に食うフリーレン。ここだけドラゴンボールみたいなインフレしてる。レストランの味は変わったけど今の方がうまいって話マジで好きなんだけど、フリーレンが食ってるのがワンピースに出てきそうな山盛りステーキでどうしても笑っちゃう。すごい肉食のエルフだからな。原作絵柄の変化で太くなったのかと思ってたけど違うわ、食いすぎで太ってるわ。フェルンはいっぱい食べたの見た目に反映されてるが、フリーレンはどこに蓄積されていくんだろう。フリーレンとスタルクとおやつだけあれば生きていける女。これぞ食の境地、よくぞ至った。今回不機嫌フェルン2連発だったけど、機嫌良くなって変な歩き方するフェルンは良かったよ。飯の前後で歩き方が変わってるのは原作通りなんだけど、すごくわかりやすく強調しててうまい。孫は片手ドーナツだったな。ドーナツの境地には至れてないみたいだった。旅の最中はろくなもの食べてないっぽいし、街ではがっつり行きたいんだろう。よく食べる人は性欲も強い。笑うと可愛いのに不機嫌顔ばっかりだな、フェルン。試験中はクソつまらなそうな顔しかしてなかったくせに。フェルンは旅に必要だから受験しているだけで、一級魔法使いには特になりたいとも思ってないしな。コラボカフェでフリーレンの食べてたやつ出してくれ。コラボなら頑張った戦士へのご褒美ハンバーグが欲しい。値段いくらになるかが怖いけど、3500円くらいかな。不機嫌になったらスイーツが出てくるの、子供に教育したらダメだよ。生臭坊主の子はスイーツ。これは私が30年前考えた格言だよ。A パート見てこういうのまた見たいなって思ってたら、 B パートでまたすぐ始まるとは思わないじゃん。ダンス界は神回だったな。これだけ食べてもまだ品がよく見える。ダブルドーナツの破壊力は未だにある。存分に甘えてるラオフェンでも1個なのに。試験中もストレスしかなかっただろうから、今まで貯めてたのが爆発したんだろう。アニメだと1話で2回切れてるのが火力高すぎる。試験中わがまま言える相手いなかったのが爆発した感じ。男女ともども可愛いやつら多すぎる。知らない人と組むの大丈夫？なんか大丈夫そうだな。大丈夫じゃなかったので今回爆発した。あのチームはフェルンほっといてメガネとサイコがイチャついてたからな。自分が仕事のための資格を取得するための試験を頑張っている時に、夫はこれ幸いと夜更かしして夕方まで寝てたり、夜中にジュース飲んだり、自堕落な生活をしていたら、そりゃ妻は切れるさ。試験中異常者2人と組まされて辛かった私は、フリーレン様とスタルク様に存分に甘えて良いとされています。夜更かしジュースはダメなのにスイーツどか食いはいいのかよ。フリーレンには溜めた怒りを爆発させるけど、スタルクには溜めなしで怒る。どっちへの感情がより重いのか。なんか同年代のユーベルさんを見ると私ちょっと太すぎ。ユーベルがフォローに回る程度にはあのパーキ社会性の面で事故ってたよね。フェルンとメガネだけだとマジで事務的な話しかしねえ。夜帰ってきてフェルンも昼まで寝たけど、スタルクいないというかを着てこないってなって叩き起こしに行ったって感じかな。シュタフェルはふんって感じで見てたけど、殺人鬼とメガネくんがこんなにいい感じなってるの予想外で、ちょっと俺の中の何かが揺さぶられた。こいつら直前まで殺し合いしてたんだよなって感じさせない可愛いやつら勢ぞろいの話だった。前半の機嫌戻ったフェルンの歩き方、アニメだとやたらくねくねしててなんかダメだった。ドア叩くシーンがめちゃくちゃ切れてる感じに描写が盛られていた。コンコン、トントン、ドンドンドン、ドガン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 。この人怒ってるか食ってるかしかしてない。ハイターももっと長生きしてたらフェルンにムッスされることあったんだろうか。ご機嫌で帰るところ可愛かった。思春期ど真ん中なんだなフェルン。フェルンちゃんサバイバル試験でずっとピリピリしてたから、いつもより幼児的になったのかなって少し思った。人見知りするタイプだから、知らん人と組まされて普通にストレスだったんだろうな。多分こもしてない。知らん人と数日過ごしたから久々に会ってわがまま言いたくなったんだろうな。かわいい。
パパは尊敬してママと彼氏には甘える可愛い娘の姿じゃないですか。甘えるなクソアマって一回親しい人に怒鳴られてみてほしい。来たー。メーガ、フェルン、ザ、ダブルドーナツ。効率よくドーナツを食べる魔法。腕にはまるってかなりでかくね。ドーナツを着こなす女。数もサイズも大きいドーナツ。クー怒る、クー怒る。ミスドとコラボでもするのか。誰かこいつを止めろ。デブン、あんなにスイーツも食ったのに太るぞ。ドーナツ置き場が4つも胸に乗っけてる。ドーナツを食べながらドーナツを食べることを考えている顔。暴食のフェルン。ドーナツ様、アキエシタルク様。一般攻撃魔法で飽和攻撃するにはこれくらいのカロリーがいる。欲張りフェルン。品性のかけらもない食欲。甘味なんてめったに味わえないですからね。食いだめです、食いだめ。1000キロのカロリーを摂取した魔法使いだ。知らないんですかフリーレン様、ドーナツは百薬の長なんですよ。知りませんでしたか。ドーナツは穴が開いてるからカロリーゼロなんですよ。こんなに美味しいドーナツが体に悪いはずがありません。つまり何個食べても大丈夫です。食べ過ぎだよ。無限にドーナツが出る魔法とかあったらもらってたんだろうか。絶対もらってると思う。ダブルドーナツのインパクトが強すぎるけど甘いもの全般好きそうだねこの子。こりゃ太る。ラオフェンの歩きドーナツ見て対抗してるのか。むくれるとお菓子をもらえることを覚えさせてはいけない。その挑発で顔の輪郭隠してますね。自分は暴食するのにシタルクの夜更かしジュースには切れる理不尽。ドアを激しく叩く音。ゾルトラーク打ちまくるとちょっとシュッとする。食事の時間には厳格ってだけなんじゃないかな。逆に言えば時間内なら量は問わない。めちゃくちゃ可愛い。会うたびにドーナツ差し入れてやりたい。脂肪を殺す魔法デブトラーク。カロリー消化のためにゾルトラークを打つ女。いいことありますよミスタードーナツ様。フェルンのコラボドーナツはあってもいいな。フリーレン、ザ・スレイヤ、アーラ、ザ・ギロチン、フェルン、ザ・ダブルドーナツ。早くミスドとコラボしてくださいフリーレン様。早くバーガーキングとコラボしてくださいスタルク様。甘いもので機嫌が治る女。でも甘いものは何でもいいわけではない女。これで翌朝には怒りゲージ溜まってるの無法すぎるだろう。アングリーフェルンは甘いものを食べたくなる衝動をコントロールできない。やけにぬるっとしたケツの作画でスタルクの隣に座った時もやっぱりジャンボベリースペシャル狙ってたんじゃないか。ここまで欲張りな女初めて見たかもしれん。フリーレン様、シタルク様、ドーナツには人を幸せにする力があるんですよ。機嫌が悪くなっておやつでご機嫌取ってもらう展開を1話中に2度やってるキャラ初めて見たかもしれん。1話の中に同じ展開2回は笑う。2人からは絵付けしとけば機嫌が治ると思われてる。実際に治る。この2日間のフェルンの摂取カロリー知りたい。怖いもの見たさ。普段は大人っぽいけどこの2人の前だと子供っぽくなるのが可愛いんだよ。俺はあんまり好きじゃないけど。好きじゃないんかい。まあ普通にめんどくせえ女だから致し方ない。